するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。4局1本場開始です。皆さん手配を開けてください。トン4が続きましたね。ドラはウーピン、白鳥さんペーチャです。はい、またドラがウーピンですって。はい、今回の手の進行どうでしょうか。この手のチュンってどうですか。僕は泣かないです。今回も仕掛けていくような形ではない、はい、ないですね。やっぱり基本的に面前で大きく狙うか、その高い手になりそうな時は仕掛けますけど、はい、その手ってやっぱりちょっと本一まだもう逃走に見えるんで、仕掛けて守備力減らすっていうのは危険かなと思いますね。もう一つこう何か役配重なった時だったりは、はい、かなり仕掛け寄りになりますね、はい、本一役役が見えるんで。じゃあ白か純か初かそこら辺を引いた時に、はい、ピンズソーズが離れていくか。あ、でもリャンビンくっつきましたね。そうですね、これだとチュンポンしてかわして上がれそうなんですけど、はい、あの面前でもいけるかなっていうような微妙な手ですよね。そうですね、うん、やっぱこういう時、あ、今出ましたね、分かれると思うんですけど、はい、ここは僕泣かないです。する、うん、こっちの方が僕安定するかなと思ってて、攻撃にも、ごめんなさい、攻撃材料はまだ揃ってないんですけど、ツモ次第では全然満貫級狙えるので、はい、ちょっと泣かない方が安定するかなと。今3動画来て最高じゃん。これも初からね、形が良くなりましたね、はい、今は初から行きました。はい、これもあのチュンがね、超細かいんですけどチュンが3枚見えてるんで、はい、裏ドラのなりにくい方。はい、ローピンまだ持っているのはドラですね。そうですね、ドラがウーピンなんで、こうなると、はい、うわーい。うわい、これ本一もあるよね。本一もあるんで、はい、ウィルミに声が小さくなってきました。ローピン切っていいですか。切りますか。白は白は泣きます。白ちゃん、白ちゃん、これ難しいですよね。どうします。あの途中のお話ではね、重なった時に仕掛けの思考も、まあ、泣いてかわしてにも、はい、あの十分じゃないですか、両面両面で。確かに、なんであの泣くケースの方が多そうですね。白鳥さんは、はい、はい、泣くケースの方が多そうです。僕は泣きそうですか。あのこの形になったら他のとこからの仕掛けはないですか、役牌以外の。ないですね。ただこの数万つもで、はい、本一行きたくなりました。あのやっぱ高い手目指したいんで、はい、見出しの3色って限定されるじゃないですか、リャンソーと、あと表示合いのスーピング必要なんで限定されやすいんで、はい、だったら仕掛けていける本一の方がいいと思うんで本一いきます。どこ切るんですか。そうすると何から、3ピンが2枚見えてて、はい、2人現物、はい、2人現物で、しかも1スーピンが埋まったら埋まったで、その時は面前進行にするとこはかわしてに変更するので数層3層切ります。で、どっちから切るかっていうと、親の筋の酸素は残したいので数層から4から、はい、行きます。なるほど、ここは丁寧に行くべきだと思いますね。はい、仕掛けていくね。本一で仕掛けていくってことですね。はい、後にピンズも離れていくかもしれない。はい、サブローマンチーから行ってもいいですよね。ああ、そうですね、はい、酸素行きます。並べちゃいますか。並べます。はい、シャアは2枚切れで安全度の高い牌です。わ、はい、かんないですよね、これシャア2枚切れで、シャアね、お帰りして年落ちというイーシャンテンとかになるかもしれないですからね。あ、そうですよね、マンズの形考えればそういう未来もありそうです。はい、白が出ました。さあポンして仕掛けていきます。あ、ごめんなさい、先に切るのはピンズなのかそれともシャアなのか。これって3ピン2ピンって結構安全なんですよ、親に対して、はい、で場面によってはかわしてに変更することもあるので、ここは2枚切りのシャアから切ります。のもう欲張りに、欲張りに行きたいんですけど、ね、あの行かずに相手の手をかわすっていうことも大事で、特にこれドラがウーピンなんで高い手出やすいんですよ、うん、シュンチャンパイのドラで。
面単品とかと絡みやすいじゃないですか、はい、だからじゃあ今出てきたらもう仕掛けていきます。ピンズもマンズもチューンも全部数ピンとかだったらまだ1回スルーして様子見たいんですけど、サブローマンだったら上がる、あ、もう無理、あの取ってます。今何がそんなにドラが出てきちゃったんで、白鳥さんを変えてしまったのか、ドラ切りですね、はい、親の手出し、もうすべてのテンパイを取ります今から。さあ親のねドラ切りが入ったことによって白鳥さん一気に思考がガラッと変わりました。まだね泣けるハエは出てきません。今ウーソーつもぎりでしたね親。そうですね、テンパイ入るか、入りました。今は悩まずにフローワンに構えました、はい、そうですね、うん、枚数ですか。まあこれは単純に数万が自分から3枚見えてて、はい、まあ枚数もありますし使い勝手悪いですもんね、はい、3万。いや周りのリーチなどは入っていないんですけれども、さあ3万上がれた先に1000は1300です。今回はかわしての方向でまとまりましたね。そうですね、はい、ただあのチューンを仕掛けチューンを焦らずに、うん、1枚目ねスルーして、はい、あの時の形だと満貫クラスが ね見える手でもないし、はい、かわせるかどうかも分かんなかったですけど、はい、まあ、白が重なって本一も見つつ、まあ、でもドラは切られたんで、うん、急遽方針変更みたいなね、まあ、これも一応1個対応ですか ね無理にピンズいってると3万は当たれなかったんで、やっぱりこう周りあってこその打ち筋の変化ですよね。そうですね、では実際皆さんの手見てみましょう。このようになっています。あるね、なんてことでしょう、親に恐ろしいテンパイが入っています。チーピンで赤赤三色で赤赤赤赤ドラですね。1万8000、はい、うん、価値あるかわしでした。はい、だからあの時の判断で一気にこうね、うん、車線変更したのが良かったのかもしれない。そうですね、難しいですねこれ本当に、あの買わせたから良かったけど、はい、例えばチーピン引いたらじゃあどうしてんのかとか、ね、ギリギリどこまであとね前向きに行くか、うん、でもリーチは入っていませんからね。まあそうですね、ただやっぱりウーピンがドラの時はあのチュンチャンパイがドラの時で赤ありの時はやっぱこういう手が頻発するんで、あの闇点も警戒しなきゃいけないなっていう恐怖を与えられた感じですね、こういうの見ると ね、はい、でもリーチ打ってくんないんだなって番組なのにリーチ打ってくんないんだなって思いました。そこはもうガチジャンシードッポでございます。はい、すいませんあ、ガチジャンシーはリーチ打ったら赤ウピン切りだそうです。はい、チーピン打っちゃうね、危ないですね。よかったです。さあでも白鳥さん、はい、親の大物で潰しました。やった。そして何人を迎えます。はい、ラス目ですけどね。でも接戦ですからね、全員2万点台、うん、そうですね、まだまだ分かりません。うん、まあこの曲に関しては良かったかなと思いますけど、うまくいったと思います。はい、はい、何人も頑張ってまいりましょう。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。